やっぱりどんなに考えてもアホは一種類しかないだろうが。しょうもない。ちゅうわけで源義経とか弁慶とかいてもう大騒ぎよ。もうこの町で何が起きても俺は慌てないぜ。店長、何が言いたいかっつうと、金になる話だぜ。川上は義経たちがいる町になったわけだ。つまり。なるほど、義経関係の書物でフェアをやるわけだな。おうよ、世の中話題性だぜ。時流にあやかろうぜ。よし、そうと決まればポップ作りだバッキャロー。提案者は俺なんだから、儲けたらボーナス頼むぜ。なんだか忙しそうだったね、キャップ。で、さっきの話の続きだけどよ。僕の変装の話ね。変装っていうか女装だろ。おとり捜査のためとかに女装化したらなんだかそれが癖になったとか。違うよ、なんか今までと違う自分になれたから、人からも注目されてさ、気持ちよかったんだ。だから演劇部に入ろうかなって相談だったでしょ。おう、そうだったそうだった。しかし何でまた急に。真面目な話をするね。ガクトにパワーがあるように。特売セールの時間だ、急がないと。お、年上美人、やっぱりいいな。ちょっと聞いてる、僕の話。あ、おっとすま、俺様に溢れるパワーがあるように。僕も自信になる何かを身につけたいんだよ。今までそれが何かわからなかったけど、なんかこう見つかったって感じがしたんだ。女装で。そう、女装で。って違うよ、変装だよ、演技だよ。僕は真剣と書いてマジだよ、ガクト。そうか、そりゃよかったな。みんなも応援してくれると思うぜ、モロ。うん、モロが女装にハマったと聞けばどれだけ驚くか。だから女装じゃなくて変装だってば。冗談冗談、ちゃんとわかってるぜ。本当かな。ファイト。そろそろお布団敷いておくね。お布団を温めておくね。私のこと好きなんだよね。なかなか引っかからないな。見て見て、ヤマト、ヤドカリ。勉強の邪魔はしないよ。それはできない。よし、魚影が餌に食らいつきそうだ。ナオエ、バイト先でケーキもらってきたが食わないか。とわみ一発、獲物を持っていかれた。彼はある意味一番ヤマトが懐いているかも。恐ろしや。鉄心、川上院の門下生を見させてもらったぞ。どうじゃった、なかなかイケてるじゃろ。神技体ともに素晴らしい育成だ。さすがは世界の川上院。後世にわざと心を伝えていかねばならんからの。俺は弟子を取るにしてもせいぜい一人が限界だ。だからあまり偉そうなことも言えんが、一つ苦言を呈する。危なっかしい連中の管理はできていないぞ、鉄心。耳が痛いの。釈迦堂や桃のことか。釈迦堂は修行不足で恐るべき才能を完全に腐らせ、桃代は瞬間回復を得得してしまったがゆえに、攻防どちらも技が荒すぎる。今の二人なら俺にかかれば赤子と変わらぬ存在よ。あの刀を持った娘は
将来楽しみだがな。桃が今のままではいかんことは分かったるわい。山に連れて行き、大地と対話させ、精神をおとなしく高潔にしようと思っていたところじゃ。これは以前にお前が言っていたアドバイスじゃったな。それもいいが、先にやることがあるだろう、鉄心。桃代に必要なのは敗北だ。お前、桃とも戦うつもりか。俺相手では負けても仕方がないと思ってしまう。それではいいか。もっとショックを受けてもらわないと。何か考えでもありそうじゃの。言っておくが。安心しろ。変に痛みつける気はない。俺とて、将来がある若者を憂いているのさ。似合わんセリフじゃの。自信家のところは相変わらずじゃが。壮大、酒の用意ができましたよ。せっかくじゃ。酒に付き合って行け、ヒューム。では魚に、俺の標本コレクションの話をしてやろう。相変わらず過激な趣味をお持ちですね。標本を見ていると幸せな気持ちになるものだ。それなら女子学生のブルマでも見てた方が楽しいわい。それもどうかと思いますよ、壮大。ではお前は何が楽しんだ、ルーシー判断よ。まったくじゃ、いい子すぎるわい。お前も何かフェチズもあるじゃろ。レオタードを脱いだ美女が好きとかな。この人たちにも困ったものだ。今日もすがすがしい朝であるな。そういえばクラウジ、昨日の学校では助かったぞ。つい感情に任せて川上和子を問い詰めるところであった。兄思いですからな、モン様は。なぜ兄上では不服なのだ、川上和子は。と思うが、当人同士の問題なのだ。自重せねば。その通りでございます。あそこでモン様が物申せば秀夫様に怒られていたでしょう。兄上を困らせたくはないのだ。はい、どうかご辛抱ください。うむ。それとモン様、明日はアゲハ様やツボネ様もこちらに参ります。おお、姉上と母上が。予定が早まったのだな。はい、取り掛かっていた仕事が早く片付いたそうで、私も手伝っていた甲斐がありました。さすが母上、姉上。そしてクラウジーの手際の良さよ。簡単なことでございます。楽しみだな。そわそわしてしまう。本日ですが、18時より勉学、19時より夕食、20時より勉学、22時より鍛錬となっております。昨日より楽であるな。あとは義経というより与一の問題も考えておかねばな。今朝はご飯、卵焼き、伊勢海老の味噌汁、京都の漬物、伊豆の焼き魚、松永納豆などをご用意しております。うむ、シンプルかつ上質、おいしくいただきます。今朝は上場味噌と小なぎと白おはらたけ、それに手長エビと正体不明の魚が入った鍋だ。おお、豪華だな。この魚は沼秩父ってやつかな。うなぎが取れればごちそうなんだけどよ。文句を言わない。水の恵みで私たちは生きているんだね。ああ、寝れば空腹はごまかせるけど起きるとつれえな。ってことで飯食おうぜ。手長エビはうめえよな。よう、お前ら今日もサバイバルか。俺はこれから出勤よ。おい、嘘だろ。真面目に働くキャラじゃねえだろうが。約束を守るんだ、偉いねと。本当はブッチしようと思ったけどな。
リストアップされた職の中でお気に入りがあったのよ。うちらのために働いて生活費を稼ぐなんて、師匠偉いぜ。お前も働け。川上がこうなった以上、環境に適応しろ。まあ、働くってんなら岩井さん。師匠、また鍋食べてきなよ。うん、ありがとよ、アミ。いただきますと。うん、うん、うん。珍しい味だな、これ。どうやら食べられる魚のようだね。よし、いただこうか。師匠に毒味させるなよ。さすがドSだわ。働くようだな。約束を破るほど腐ってはいないか。つうかあんた、フルネームとか教えてくれよ。ヒューム・ヘルシングだ。伯爵でもヒュームさんでも好きなように呼べ。ふん、そうかい。ありがとよ。覚えておくぜ。ここに来たってことは、あの姉妹にも用があんのか。俺の担当は貴様のみ。彼女たちに用はない。あっそ。じゃ、一丁駅前に行くか。働きによ。しかし、数ある中から面白い職を選んだものだ。俺は神論、愛も情も許さない。いざ勝負、川上桃よ。うわあ、お前に勝ち梁山泊に入ろうとしたもの。さすが桃先輩、秒殺には定評があるぜ。朝から決闘で勝利した後というものは、興奮して弟に絡みたくなるな、べったり。そんなこと言って年上に可愛がられて嬉しいんだろう。あの接触が羨ましいぜ。畜生、松風言ってやれ。年上って響きはいいけど、早く年取っちまうんだぜ。決めた。今夜は島津寮の201号室に泊まろうっと。へえ、私の部屋ですか。寝技の乱取りで上下関係を再確認させてやろうな。ああ、言い過ぎたんだね、これは。やるならオーラをやってくれ、眉打ち超無罪。ひらめいた。測定しながら投稿すると強くなるかも。やめなさい、あまりにも脈絡のない。リンリンリリンリリン。おお、見ろ、もろ葉桜先輩だぞ。清楚だな。本当だ、見てよ、自転車から降りる仕草も絵になるね。ももちゃん、こんにちは。清楚ちゃん、こんにちは。おっぱい揉んでいいかな。私、美少女に目がない。すぐに教室行って、口説いた。葉桜さんを紹介してくれよ、もも先輩。紹介してくれよ。わかったわかった、血の涙を流すな。楽しそうなお友達だね、ももちゃん。島津学徒です。ベンチプレスで190上げます。俺様と結婚を前提にお付き合いしてください。お互い分かり合ってからね、島津くん。キモいと断られなかっただけ善戦しただろう。気持ちいいんだよね。久喜財閥に開発してもらった電動自転車でね、坂道を雲なくスイスイ進むんだ。だから名前はスイスイ号っていうの。